メッツは14日、日本時間15日、オリオールズから FA となっていた藤浪晋太郎投手と1年契約を結んだことを正式に発表した。千が滉大投手とチームメイトとなる、これでメジャー契約を目指していた日本人選手全員の去就が決まった。米ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏によると、年俸335万ドル、約4億9800万円で85万ドル、 1> 約1億2600万円の出来高がついている。また、同志のジョエル・シャーマン記者によると、球団はマイナー降格の選択権もあるという。藤浪はメジャー1年目の作機、アスレチックスとオリオールズでプレー。シーズン序盤は先発で苦しんだが、救援へ配置転換後に成績向上。計64試合に登板して7勝8敗、2セーブ5ホールド。 防御率7.18だった今オフ、メジャー契約を目指していた日本人選手の去就全員が決定。NPB からはドジャース、山本由伸投手らが新たに加わり、FA となっていた3選手が新天地に移籍した。